ねじめゆりえ with 坂根グループお願いいたします。いたしました、本日はですねこの 1,2,3,4,5,6、6人でお送りしたいと思います。とりあえず前最初にメンバーを紹介しちゃいましょう、じゃあステージ向かって右からオン・トランペット持田圭作、そして本日は2ホーンでございます。テナーサックス伊藤明、リズム隊、オンピアノ、そして、今日のですね、やる演奏する曲のアレンジもすべて彼がやっております。オンピアノ吉森隆、おとといまでドイツにいたんですっけ、おとといまでドイツにいて昨日どっかで演奏して本日朝新幹線でやってきました。多分まだ時差ボケであろう。オンドラムス佐藤正明そして、この、バンドのリーダー、でございます。そしてこのフェスティバルの実行事務局長ですねオンベース坂根至る
そして私この5人を、この5人のおじさんたちを率いております。ボーカルねじめゆりえです。よろしくお願いします。では続いては、いきなり割ともう最初の段階ですが、ちょっと日本語の曲を1曲お送りしたいと思います。もうこの風景にもとってもこうメロディーも歌詞もぴったりだなと思います。昔2年間しか活動していなかった、ハッピーエンドという伝説的なバンドがありますが、彼らの代表曲をお送りいたします。風を集めて。好きで小さい頃からよく聴いてたんですけども、ハッピーエンドオリジナルの曲じゃなくて、
矢野顕子さんがこのバージョンをカバーされて歌ってるんですけども、そのバージョンを聴いて育ったので、この曲ずっと矢野顕子の曲だと思ってました、自分で、ボーカルをやるようになって歌い始めてからハッピーエンドというバンドがあって、そのバンドの曲だというのを聞いてちょっと衝撃を受けたのが2年前くらいですね、続いてはピアニストホレス・シルバーのナンバーでございます、軽快なジャズスタンダードをお送りいたします。シスター・セイディー。Sister Sadie was mean, she ended up around the real estate. Then she ran to the foot of the ground and hasn't been the same since she had to put her down. Sister Sadie never worried.Sister Sadie never hurry. Then she ran to the first song run and hasn't been the same since she had to put her down. She just spread and had the flow. She just spreads around the flow. She don't have any mind to move. She just stared at her face. When she fell on the head, always had the love of money. Then she ran to the first song run and hasn't been the same since she had to put her down.There's a friend on the face. There's a friend on the face. There's a friend on the face.
lot of space. Sister said it was a headache. Always had a lot of money. Then she ran into the first song from and had to be the same. So she had to put it down. Stop it over the other day. Stop it over the other day.今ですね、私が一番行きたい場所が実はニューオーリンズで、ニューヨークは何度か家族旅行とかで行ったり、遊びに行ったりとかしてるんですけど もうジャズのその故郷であるニューオーリンズにジャズをやってて行ったことがないなんてっていうのが今私が一番こう何ですかね、とりあえず行かなきゃと思っております。で周り そのミュージシャンの友達でも友人もニューオーリンズに行っている人はたくさんいるんですけども、その旅行に行って帰ってきてから言う言葉がみんな一緒で、あニューオーリンズ楽しかった、もう帰りたいと、もう帰ってきて次の日、もう2日後、もう戻れば、帰ってきてこう日にちが経てば経つほどすごくニューオーリンズが恋しくなるというのがみんなのすごい同じ気持ちを持つらしくて、もうその気持ちに私も浸りたい、こう感じてみたいなと思うんですけども、そんな気持ちをですね、曲にがそんな気持ちを曲にした曲があります。合ってる日本語ニューオーリンズが恋しいというそんな曲でございます。ジャズスタンダードナンバー Do you know what it means to miss New Orleans お送りいたします。Do you know what it means to miss New Orleans? Hear me say it each night and day. I know I'm not wrong. The feeling getting stronger the longer I stay away. Mr. Moscow revives the tall sugar pines where mockingbirds used to sing. And I'd like to see the lazy Mississippi hurry into spring. The moonlight on the veil, a Creole tune that filled the air. I dream about Magnatis and Jim, and soon I'm within the world's depth. Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? And there's something more I miss, don't wanna care for more than I miss New Orleans. Thank you.
ありがとうございます。ニューオーリンズが恋しいってどういうことか分かるっていう、そんな曲をお送りいたしました。ではこのバンド次で最後の曲でございます。あ、置いてきちゃった。ですね、私 CD がございまして、2年前にレコーディングした CD なんですけども、10曲入っていて、全てピアノとデュオで作った、とってもシンプルな、編成で作った CD がございます。有名な曲とかだと、さっき一つ前のバンドでも歌っていましたが、On the Sunny Side of the Street とか、What a Wonderful World、 あとSailor, it is a river、 Rose ですね、 Rose とか、Close to you, why the birds are little、 結構いろんな、結構もうポップなポピュラーな曲もたくさん入っている、曲 CD があります。もしご興味がありましたら、これはどこで売ればいいんだろう、あそこですね、あのブースに、多分後ほど私もちらほら行くと思いますので、もちろんサインもタダで書きますよかったら、お買い上げいただけたら嬉しいです。こんなにお客さんたくさんいるのに、私本日11枚しか持ってきておりません早い者勝ちで、ぜひ、ブースの方にお越しいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございますでは、最後なんだっけ、最後は、あ、そうですね、あ、その CD にも入っている曲でございます。アントニオ・カルロス・ジョビンのナンバーで、一つの音を自分の恋人に例えて歌っている曲で、もうあなたのこと、君のことが好きだよ、うわもう本当に好きとか言っておきながら、途中でちょっと浮気をして、でも結局最後は君の元に戻るからっていう、一途なのか浮気なのかちょっとよくわからない、ナンバーでございます。では最後にワンノートサンバをお送りいたします。Thank you.
アの吉森隆。ありがとジャズフェスティバルの事務局長でございまして、活躍しております。そして今日はゲストでですね、今話題というか大活躍中ですね、ねじめゆりえさんをお迎えして、今日も司会、今日明日と私もそうですけど司会を一緒にやりながら歌うということを参加されております。よかったらゆりえさん来ていただけませんか。昨日一緒にですね、あの車で来たんですけども言っていい、うん、朝5時まで飲んでて、ちょっとお酒臭くて、ね、すいませんでした。私も一昨日飲んでて2人で飲んで朝ぐったりしながら、完全な二日酔いでしたね昨日東京を出発した時点では。で私は二日酔い抜けてきてたんですけど完璧二日酔い中で一緒に来ましたね。そう、もうあの車に乗った瞬間ダウンですね。ダウンして、本当ダウン、隣で寝てましたよね。私みんな寝ちゃうからちょっと運転の中山市にこうペラペラとおしゃべりして一人で気を使って、みんなが起きたら私がカーッとこう午後から寝たという、ありがとうございます。とんでもないです。どうでしたか、この初ステージ。ねえ、やっぱ気持ちいいですね。私いつもジャズフェスティバルって外で演奏するときに限って自分の演奏の時間だけ雨降るとかあるんですけど、もう見事に晴れてよかった。私が強力な晴れ女なんですよね。で強力な雨女だってことで、
今日どうなるかなと思って明日私が歌うときに雨降らせないでね。このステージにいないようにすればいやいやいやそう、はい、そんな感じでしたけど、はい、あのすごくスキャットとかあの選曲が割とあの何でしょうあの現代寄りというかね、あのスタンダードジャズとかじゃない感じですごくあのボサノボもねすごいスキャットいっぱい入って、ね、とても楽器のようで素敵ですよね。あ、何かあの目指しているものとか志しているものとかあるんですか？ないかも楽しく楽しく常に楽しく演奏するあの、ね、後ろにこうあの坂根さんもどうぞ、ごめんなさい坂根さんどうぞ。まあ、あの今回10周年ということなんですが、あの昨日の4時頃ですね、サンドチェックのグラムこれ土砂降りで周りにも水がたまるほどだったんですが、まあもう10周年ということで明日もですね天気になるようにということで、頑張りますので皆さんよろしくお願いします。はい、一時期ちょっとあのジャズフェスティバル起こられない時間あの時があったんですけども、10年前にあの復活してくださった立役者の一人でもあります、坂根さんでした。ありがとうございました。じゃあまたあの司会に戻ってきてね、はい、後でちょっとお休みしてお願いします。